こんにちは、ビリジェンド田中です。今回はトレーニング前のウォーミングアップについてお話したいと思います。動画の概要欄には B レジェンドの公式 LINE やお得なセール情報も載っておりますので、ぜひ一度ご確認ください。トレーニングされる方はウォーミングアップ、ほとんどの方行われていると思うんですが、ウォーミングアップをすることのメリットっていうのは考えたことはあるでしょうか。まずはウォーミングアップを行うことのメリットについてお話していきたいと思います。ウォーミングアップの主な目的は怪我の予防とパフォーマンスアップになります。まず怪我の予防という視点でいくと、体がしっかり温まってない状態であったりとか、思わぬ不調ですね、例えばちょっと調子が悪いなとか、腰に違和感があるなとか、しっかりウォーミングアップを行うことで状態の把握ができます。また体がしっかり温まっていない状態、運動に備えていない状態になると、いきなり動くことで怪我につながったりもします。次にパフォーマンスアップという視点でいくと、ウォーミングアップを行うことでまず体が温まることで血流量がしっかり増えた結果、筋肉にもしっかり血流量がいって、トレーニングの際のパフォーマンスが上がります。またウォーミングアップをしっかり行うことで関節の可動域がしっかり広がると、またウォーミングアップをしっかり行っていくことでリラックスした交感神経が優位な状態から徐々に交感神経が優位な状態になっていって、興奮している状態に近い状態になると思うんですけど、そうすることでパフォーマンスが上がることになります。以上のようなポイントがウォーミングアップを行うことのメリットになるかと思うんですが、では実際にトレーニングにもう少しフォーカスする、トレーニングを行う際にウォーミングアップというところになると、まずはトレーニングの前に5分から10分程度ウォーキングをして体を温めるというところは、よく皆さんされていると思います。ではトレーニング自体もウォーミングアップにならないのかというと、トレーニングを始めた時に軽い重量から行うっていうところもウォーミングアップになります。ここでウォーミングアップの役割としてはですね、動きの中で違和感を探すというところも大事になります。今日は手首に違和感が出るなとか、肩に張りがあるなというところを確認する、またベンチプレスであれば軽い重量で何セットか違和感を感じた時はより多めに行うことで違和感が消えたりとか、違和感が出ないようなフォームを探りながらウォーミングアップを行うというところもトレーニング自体の軽い重量を通したウォーミングアップになってきます。何も考えずにですね、20キロで10回、30キロで5回、40キロで3回とか、とりあえず数をこなせばいいやというだけのウォーミングアップをされているよりも、やっぱり動きの違和感とか体の状態、関節の状態などを意識してウォーミングアップを行っている方の方が、本番のセットに入った時にですね、やっぱりいい状態に整えられていると思います。なのでウォーミングアップ中はしっかり本番のセットに入る時に違和感が出ないようにとかですね、よりいい状態で本番のセットに入っていけるっていうところを意識してウォーミングアップを行うというところが大事になってきます。またですね、ウォーミングアップの動作だけではなくて、例えばウォーミングアップ中に腰に違和感が出たら、少し腰のケアを途中で加える、マッサージガンであったりとか、ストレッチローラーであったりとかで、違和感が取れるまでトレーニング自体を一旦中断してコンディショニングを入れるとかっていうところもウォーミングアップの中に入ってくる調整の一つだと思います。あとはですね、慣れてくるとウォーミングアップ中に違和感が出たりとか、今日はどうしてもいつものいい状態の重量ではこなせないなっていうところで、ウォーミングアップの状態によってメインセットの重量を変えたりとか、メインの組む種目自体を少し変えたりっていうことも行います。例えば腰の張りが強くてベンチプレスを行ってても、これ高重量今日は難しいなっていう場合は、種目を変えることで違和感があった場所を排除してしっかりトレーニングを行うこともできるようになります。この辺の調整はトレーニングある程度経験がないと難しいかとは思いますが、慣れるとですね、こういう調整もできるようになって、ウォーミングアップ中に今日のトレーニングの質をどう高めていくかという視点で活かせることができるようになるかなと思いますので、ウォーミングアップをどう活かすかというところを意識しながら行ってみてください。ではですね、一般的に意識されているところのウォーミングアップ以外のところのプラスアルファのお話をしていきたいと思います。実はですね、
当日だけのウォーミングアップがウォーミングアップではないというところのアプローチをお話したいと思います。僕の場合はですね、当日いきなり重い重量をこなそうと思ってもなかなかこう体が重量に慣れてない、馴染んでない、違和感が出るというところが結構多くて、前日に少し軽めの重量で翌日行う種目を事前に行っておくっていうアプローチをすることがあります。例えばですね、火曜日にベンチプレスのマックスを触ってみたい、高重量やりたいという場合に、月曜日にですね80キロで 2,3 回持つとかいうアプローチをすることがあります。これは月曜日の80キロを持つことが筋肥大を狙ってとかっていう目的ではなくて、フォームの違和感とか動きを忘れてるっていう、感覚が鈍っているっていう状態をなくしたいっていう目的で行っています。時間もですね、できれば24時間ではなくて、例えば火曜日の夕方に行うのであれば月曜日の昼頃ですね、24時間以上空けてちょっと軽めに触っておくっていうのをやることがあります。これは当日のウォーミングアップではないんですけど、前日に行う一つのウォーミングアップだと考えています。まあこれは疲労が残ってね、逆にやらない方がいいっていう方ももちろんいるんですけど、まあ一つのやり方として一回試してみて、前日に軽く触るんですねっていうのをやってみるといいかなと思います。例えばまあ翌日に荷重のチンニングを行うのであれば、前日にまあ軽くぶら下がる程度で背中を慣らしておくとか、まあラットプルで体重の7割ぐらいで軽く5回から10回程度1、2セット引いておくっていうのをやっておくだけでも、翌日結構力入りやすかったりフォームの違和感なかったりするので、前日のウォーミングアップっていうのも一つ試してみてもいいかなと思います。またですね、別の考え方の一つとして、まあ、これはパワーリフターとかですね、高重量にとにかくこだわる人のセッティングの考え方だとは思うんですけど、翌日とか、まあ、その期間に使う機材に慣れておくっていうのが結構大事になると思います。例えばベンチプレスであれば、台が変わるとバランスであったりとかですね、足のつき方とかが全然変わってしまうので、高重量をやる前の台の状況には慣れておくですね。ベンチプレス以外でも、例えばスクワットであれば鏡の位置とかですね、目線の違和感でなんか高重量いまいちこなしにくいなっていう場合もあるとは思うので、できるだけ同じ環境に一旦慣らしておいてから、しっかり追い込むトレーニングを行うことで、よりいい状態でトレーニングの質を高めることができると思いますので、使う機材や目線の位置とか鏡の位置とかもできれば事前に同じ状況で体を慣らしておく、感覚を慣らしておくっていうのも結構大事なアップの一個だとは思うので、ぜひその辺も普段のトレーニングに意識して取り入れてみてください。今日は、まあ、ウォーミングアップをやる大きな意味での目的と、実際にウォーミングアップを行っている時の意識の問題ですね、でその後の調整の問題、またできるだけ環境を一定にすることでパフォーマンスを高くするっていう視点についてお話ししました。できるだけこう記録を伸ばしていきたいっていう思いは皆さん一緒だと思うので、環境とかね、アップのやり方次第でもトレーニングの質とかこなせる重量というのは大きく変わってきますので、より良い状況の中で、まあ、トレーニングを行えるようにセッティングを行ってみてください。参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。B レジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しています。B レジェンドの新商品の情報やお得なセール情報も掲載されておりますので、概要欄をぜひチェックしてください。それではまたお会いしましょう。さようなら。